俺の術式を解禁する。俺からお前に言えることはただ一つ、止まるな。俺を信じろ。オッケー、二つね。キャツの手札を整理しよう。地面より発生する木の根、一つの鞠から一、二本の攻撃、その後消滅、対空可能時間差に注意か。さらにあの時放たれたサワンだが、どんな術式も発動させなければいいだけのこと。俺の脳内 CPU が弾き出した結論はビクトリー。あっ、どうだ。まずは一人。お弟、俺の術式は相手と自分の位置を入れ替える。ブニウニ。弟、相手が慣れる前に仕留めるぞ。二人の体格差。私の記録ですが、4回。黒線ブラザー、お前からはいつだってよく寝する。黒線いない。手を叩いたって術式を発動するとは限らない。単純だけど引っかかるよな。黒線。心配無用さ、ブラザー。直前で呪力を解いた。気づいたのか。特級呪霊よ、気づいているか。川底にマキさんの特級呪具、顔面の木が格段に脆い。ここにはあれが眠っている。川、幽雲。植物は呪力をはらみません。私の左腕は植物の命を奪い、呪力へと変換する。
来るな、ブラザー。とんでもない呪力出力だ。領域転移。